で、線形代数って言われて、どういうことをやる学問なのかっていうのを、パッと思い浮かぶ人っていうのは、あんまりないと思うんですね。で、確かにこの線形代数を一言で表せって言われるととても困るんですけど、まあ、今の段階では、一番最初にこう、線形代数を学ぶっていう段階では、こういう理解でいいと思います。まあ、皆さんの高校でベクトルってやりましたよね。で、ベクトルであるとか、まあ、それをさらに一般化した行列ってやつを扱うんですが、そういったものを、まあ、扱っていく学問であると。学問であると。まあ、今のところこのぐらいの理解でいいと思います。で、ここである、まあ、線形ってどういう意味ですかとか、ね、これ線形ってどういう意味ですかとか、まあ、代数って何ですかとか、まあ、そこら辺はちょっと疑問に思うかもしれないんですが、まあ、そういうところは、ある程度やってるうちにね、理解できる部分だと思うので、まあ、今の段階で、あんまり難しいこと言ってもしょうがないんで、ぜひ、まあ、こういう、ベクトルであるとか、行列を扱っていく学問であると。で、将来的にはこのベクトルであるとか、行列っていうのが、まあもうちょっと抽象化されてくるんですが、まあ基本的には、まあベクトル行列っていうのを扱っていくというような学問であるというふうに、認識しておけばいいかなというふうに思います。はい。で、まあまだ行列っていうのは、高校の段階では習ってないかもしれないですけど、まあこの授業で、まあちゃんと説明していくので、心配しないで、聞いていってください。はい。で、まあ一応、その線形代数学ぶとどういう、何の役に立つのかっていう、まあ数学学ぶにあたって役に立つっていうことを考えるのが、どのくらい、重要なのかわかんないですけど、まあ一応応用としてはですね、例えば線形代数学ぶと、連立方程式っていうのが、まあ、ある程度、解けるようになります。簡単に解けるようになります。まあ、おそらく皆さん、まあ、人生の中で連立方程式ぐらいは、まあ、解くでしょう。わ かんないですけど。まあ、そういうのが簡単に解けるようになると。で、もしくは、まあ、物理の話で言うと、こう量子力学ですね。皆さん、まあ、多分3年生ぐらいで、量子力学を学ぶんですけど、その量子力学の中では、物理量、例えばエネルギーですね。エネルギーとか、まあ運動量とか、そういう物理量っていうのは、実は行列になります。はい。なので、まあ、こういうものを、量子力学を理解する上では、まあ、その線形代数っていうのはちゃんと理解しておいて、しておいた方がいいなということですね。あとは、まあ、最近で言うと、まあ、データ分析とか、もしくは、機械学習とかね。機械学習の AI とかよく言われるやつですね。で、ああいうのをちゃんと、まあ、理解するとか、もしくは、まあ、自分でプログラミングするとか、まあ、そういうことをやる上では、その行列、まあ、もしくは線形代数っていう知識は、絶対必要になってきます。なので、まあ、そういう意味で結構応用の広い範囲、むしろこれなしでは、サイエンスの分野、まあ、っていうのは、全く使わずにやっていくというのは多分無理ですね。そのぐらい、とても重要な分野になってます。はい。で、特に例えばまあ、ゲームのプログラミングとかね、そういうのをやる上でも、やっぱりこう、行列とか、そういう考えというのはとても重要になってくるので。まあ、そういう意味では、まあ応用範囲というのはとても広いような学問になっています。はい。ということで、まあちょっと線形代数の話をしていきたいんですけど、まず最初にですね、まあ集合の話をしましょうか。多分、まあ高校でもある程度やったとは思うんですけど、まあ、これからみんな、数学を学んでいくにあたって、こう、数学的な、こう、独特の、こう、書き方っていうのが、こう、現れてくるんですね。で、その独特な書き方って、まあ、ほとんどの部分って、
この集合論の部分から来ていることが多いんですね。なので、まあちょっとこれから皆さんが数学を学んでいく上で、その数学独特の書き方に慣れておいた方がいいかなということで、ちょっとまず集合の話を軽くします。書き方に慣れましょうと。数学の独特の書き方にちょっと慣れましょうというぐらいの目的でやっていきます。はい。で、集合なんですが、集合って何ですかって言ったら、ある特定の性質を持ったものの集まりです。性質を持ったものの集まり。例えば、何でもいいんですけど、1から10までの、整数とかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って。まあ、それの集まりのことを、それも集合ですよね。で、もしくは、まあ、すべての実数とかね。これも集合なわけですよ。で、まあ、こういうのは、まあ、ちょっと数学でよく出てきそうなものですけど、まあ、それだけじゃなくて、もっと、なんですかね、数学っぽくない日本人全体とか、日本人全員の集合とかね。まあ、いくらでも他に考えられますけど、例えばこういうものがあるわけですね。いいですかね。ただ、ま、集合っていうのは基本的には、それに入っているか入ってないかっていうのが、明確に判断できないといけないです。例えば、ま、日本人全体だったら、一応ま、その、国籍が日本かどうかで、明確に判断できますよね。ね、その、まあ、ある値が実数かどうかっていうのを明確に判断できるわけですよね。だけど、例えば、ま、なんか、美しいものとか、ね、そういう、人によって入っているか入ってないかも、入ってないかっていうのがちょっと曖昧になってしまうものっていうのは、まあ集合には含めないです。数学では集合には含めない。まあそのぐらいのものだというふうに思ってください。まあ、ある性質を持つものを、まあ集めたものですね。はい。いいでしょうかね。ええ。それで、まあ、その集合の中でも、数学でよく使われる集合というものがあるわけです。よく使われる、よく現れる。で、よく使われる集合に関しては、まあ、ほとんど固有名詞がついてます。つまり、こんな感じですね。こう、なんか N を太字で書いたやつ。これ、ここの感じで太字感を出してるんですけど、こう、大文字の N を太字で書いたやつですね。これは自然数全体です。自然数。っていうのを、まあ、N の太字で書きます。だから、自然数っていうのは、まあ、いいですよね。1、2、3。まあ、0を入れる、入れないという流儀がありますけど、まあ、今入れないというふうにしましょうか。はい。まあ、自然数全体は N って書いたり、もしくは、あと Z っていう。これは整数全体ですね。整数全体の集合。
ですか。だからマイナスもあるわけですね。うん、ゼロもいて、まあいいですね。ゼロもいるし、マイナスもあるということですね。で、R。これは実数全体ですね。まあ実数全体の集合を、まあ、R というふうに書いたりします。いいですか？で、C。この N とかっていうのは、N はナチュラルナンバーですね。ナチュラルナンバーの N ですね。で、Z はなんか忘れました。多分ドイツ語、確かドイツ語の何かから来てたはずです。で、R はリアルナンバーですね。実数だからリアルの、数ですね。で、C はコンプレックスナンバー。まあ、それは複素数ですね。いいですかね。まあ、こんなような、集合をよく使われます。あと、まあ、ちょっと、雰囲気違いますけど、こう、ファイとか書くと、これは空集合って、何も入ってない集合ですね。何も入ってないのも集合と呼びます。何もないものを集めたのも集合です。何も入ってない集合。ですね。なんかグループはあるけど、グループのメンバーはいないみたいな。まあ、そんな感じですね。まあ、それ空集合って言います。はい。で、大丈夫ですかね。複素数っていいですかね。複素数って、こういうんですよ。1たす i とか。i はいいですね。ルートマイナス1ですね。2乗したらマイナス1になります。まあ、これ、2マイナス i とか。まあ、そういうのを複素数って言うわけね。はい。いいですかね。まあ、そういうふうに、まあ、よく使われる集合には、まあ、こういう記号がよく、使われます。はい。で、ちょっと記号の話なんですが、その集合に入っているかどうかを表すのに使う記号ですね。こう。ちょっと今定義、これからちょっと、出てくる、僕の書き方ですけど、今から定義について書きますよと。今から書きますという、今から書きますよぐらいの気持ちですね。定義について今から書きますよっていうのを、あと、def っていうのはデフィニッションの。デフィニッションですね。英語で定義をデフィニッションっていうので、その頭文字で def というふうに書きます。今から定義について書きます。で、どういうことを書くかっていうと、集合 A、まあなんかの集まり A を構成する一つ一つのもの、それをまあ元、集合 A の元とか、もしくはまあ要素って、集合 A の要素とか集合 A の元とか、そういう言い方をするんですね。まあ、言い方の定義ですね。例えば、1っていうのは自然数の元ですね。いいですか？自然数の元ですね。ね。だけど、1.1 っていうのは自然数の元ではないですね。1.1 っていうのは実数の元ですね。
で、複素数の元でもありますね。1.1 っていうのは、複素数の中には実数も入っているので、まあそういう意味で、複素数にも入っているわけです。それで、まあその、元であるっていうのを表す数学的な記号として、こういうものがあります。例えば、こういうふうに書くと、こうフォークの先っちょみたいなやつを、まあ集合の方に向けるんですね。で、閉じている方を要素の方に向けるんですが、こういうふうに書いたら、このスモール a っていうのは集合 a の元ですと。っていうことを表します。で、まあこれ def って書いたりするんだけど、これはこういうふうに定義しますということ。こういうふうに、だから a が、こういうふうに書くっていうことは、書いたっていうことは、a は、そのスモール a は、ラージ a の元であると。要素であると。ね。いうことですね。で、まあ、で、まあ、その、この四角書いたら、これ、定義が、今の話が、定義終わり。ここのデフからここまでが、まあ一つの塊だと思えばいいです。今、定義について書きますよ。で、定義について書き終わりましたっていうのがこの四角ですね。まあ、どこまでその定義の話をしているのかがわからなくなっちゃうんで、こういう四角で、とりあえずお話を終わらせるということです。はい。で、今元について書いたんですけど、例えば例で言うと、さっきちょっと言いましたけど、でね、例えば、まあ、3って、自然数ですね。だからこう書いていいですよね。3は n に入ってますよね。3は n の元であると。じゃあ、ルート2。ルート2っていうのは自然数でも実数で、整数でもないわけですね。だけど実数ではあるわけなんで、まあこういうふうに書けるわけですね。ね。で、複素数。例えば1たす 3i とか。こういうものっていうのはこういうふうに書けるわけね。もしくは僕村田ですけど、村田は日本人なんで、日本国籍を持っているので、村田は、日本人全体の集合と。まあ、こんな書き方してもいいと。ね。いつかね。まあ、その、フォークの閉じてる方に、中身の入ってるものね、弦を書いて、フォークの開いてる方が集合ね。うん。まあ、逆で書かないようにしてください。いいですかね。だから、まあ、こういうふうに書くと、いろんな記述が、シンプルに書けるようになってくるので、まあ、便利です。いろいろ便利です。いいですかね。ちょっと下の方切れちゃったかもしれないで、ちょっと上げときますけど、はい、こんな感じですね。それで、まあ、今、弦についてちょっと話しました。はい。それで、集合をまあ自分で作りたいっていうふうになったらどう書けばいいかってことですね。まあ、さっきみたいに整数であるとか、自然数とか実数とかそういうのだったらもう最初からこう、数学の業界で決まった書き方っていうのがあったわけですけど、じゃあ自分で、集合を作りたいっていうふうになったらどう書いていけばいいかっていうことですね。まず一番簡単なのは、
すべて書く。すべての要素を列挙する。列挙すると。これがまあ、一番簡単ですね。例えば、1から4までの整数であれば、1から4までの自然数であれば、まあ、こんな風に書いてもいいですね。1、2、3、4。ね。で、無限項あったとしても、点々、まあ、分かればいいです。点々点で書いて。こういう風に。まあ、これ見たら、偶数、正の偶数全部を持ってきているという風に分かりますよね。だからこう書いたら、正の偶数と。で、もしくは、まあ、日本人全体だったら、1億2000万人ぐらいですか？その名前全部書いていけばいいですね。村田さんもいるだろうし、どうですかね、鈴木さんとかも。鈴木さんとか、本当は、下の名前と、同姓同名もいるから、それも区別して書かないといけないですけど、まあ、佐藤さんとか、まあ、こういうの全部、1億2000万人分全部書いていけば、この集合を作れますね。いいですか？例えば、まあ、これを A としたければ A イコールって書けばいいし、これを B としたければ B イコールとかしたらいいし、C イコールとかすればいいですね。はい。こういうふうに自分で集合を作れる。好きな集合を作れます。で、これだと、ただ、まあ、大変なこともたくさんあるわけですね。例えば、0から1までの、0から1までの実数とかね。0以上、1以下の実数全部列挙しなさいって言われてもできないですよね。なので、まあそういう場合は、こういうふうに書き、こういう書き方をします。弦の要素ね。弦もしくは要素。弦の満たす、条件を書く。まあ、書く方法があったりします。例えば、まあ、こういうふうに書いてもいいですね。例えば、その上の2番目の、正の偶数の話で、言えば、こう、x って書いて、で、x は、正の偶数と。で、これはまあ、b と同じ意味ですけど。ね。だから、書き方としては、x が入ってますよと。この集合には x というものが入ってますよ。で、ところでその x っていうのは、ところでその x っていうのは、こういう条件を満たしますよと。という書き方をするんですね。っていうような書き方をします。もう一個言うと、例えば、集合の中には x が入ってますよと。で、ところでその x っていうのは、実数であって、ね。実数であって、しかも、まあ、例えば0以上1以下であると。ね。だこれは、実数全部と。0から1の間の実数全部と。ね。まあ、こんな風に、書けるわけ。その、中に入っているのは X ですよと。ところでその X っていうのはっていう書き方をするわけね。そうすると、まあ大体の集合っていうのを表すことができます。で、他に、例えばもうちょっとやっておくと、さっきの日本人の例で言うと、まあその X って書かなくても N でもいいんですね。別にこれは何でもいいですね。N。この集合には N が入ってますよと。
で、ところで N っていうのは、日本人ですねと。日本人ですよと。で、これはさっきで言うと C かな。ね。ですかね。うん。で、まあその、複素数全体とかを表したければ、もちろんこう、さっきの太文字の C で書けばいいんですけど、改めて自分の力で作ろうと思えば、こう書いてもいいわけですね。その、例えば、まあ、A たす IB と書けるものが入ってますよと。この集合には A たす IB と書けるものが入ってますよ。ところで、A とか B っていうのは、まあ、実数ですねと。実数ですよと。まあ、そうすると、これで複素数全部を表せるので、これはさっきというか、数学における固有名詞である、こう C ですね。大文字の C。上の C と違いますよ。うん。上の C は大文字じゃない C ですね。数学の固有名詞の、こう、複素数全体である C で書くことができるわけですね。いいですかね。まあ、こんな感じでどんどん作れます。例えば、有理数全体とかだったら、有理数全体の中に入っているのは、9分の P ですよと。ところで、P と Q は自然数で、で、しかも、まあ、P と Q は互いにそうですと。ですね。だこれは、まあ、正の有理数かな。例えば、まあ、こういうふうに書けますよね。まあ、こんなふうな書き方をします。はい。まあ、どっちでもいいんですけど、すべてを列挙する方法だと、ちょっと書きにくい場合もあるので、まあ、両方ちょっとマスターしておくといいかなというふうに思います。まあ、こういう書き方を、もちろん自分で書けるっていうのも重要なんですけど、こう、なんか本を読んだときに、ね、こういう書き方をしたときに、これは何を表してるのかがね、わかんないとちょっと困ったことにもなるので、こういう記法もあるんだなというのはちゃんと認識しておいてください。はい。で、あとは、まあ、部分集合の話をちょっとしますか。まあ、さっき言ったように定義をちょっとしますね。で、部分集合の定義をちょっとします。部分集合。まあ、集合が2つあったとします。二つの集合 AB に対して、こういう風に書いたら、A、つの逆。うん。っていう風に書いたら、これは、何を意味してるかっていうと、これはすべての、A。スモール a っていうのを a の元としましょうと。すべてのそのスモール a が、その a が、a に入っていれば、ラージ a に入っていれば b にも入っているところですね。いいですか？だから a で書くと、こうなんか B っていう集合があって、その中に A があるってことじゃないですか。ね。A から誰をピックアップしても、こうスモール A っていう誰をピックアップしても、そのスモール A っていう人は B の中にも入ってますよね。これは、B の中にも入ってる。まあそういうような状況
の時に、A は B の部分集合であるというふうに言うわけですね。いいですかね。まあ、ここら辺多分まあ、高校でもある程度やったと思うんですけど、ちゃんとその集合の言葉で部分集合であるっていうのを、表すためには、こういう書き方をするんですね。こう、絵で書いても、その厳密性に欠けるわけですね。すべての集合が、例えばこの下に書いてあるような絵で書けるとは限らないので、まあ、その、ちょっと厳密に書けると。なので、こういうふうに、まあ、明確な言葉で定義していくわけです。例えば、まあ、今で言うと、すべてのラージ A に入っているものが、それは B の中にも入っているというふうに書くわけですね。いいですかね。それで、あと一応書いておくと、これを満たしているとき、A は B の部分集合であると。こういうことですね。うん。いいですかね。だから部分集合っていうのは、その今青線で書いたようなことで定義されるということですね。例えば、東京都民は日本人の部分集合。東京都民全体の集合は日本人全体の部分集合ですね。それは何でかっていうと、東京都民から任意に、東京都民でも日本人とは限らないですかね。うん、まあ、東京都民みんな日本人だとしましょうか。ですけど、まあ、何にせよ、だから、東京都民の誰かを適当に、ポンとピックアップして、その国籍を見るとみんな日本人になってる。だから東京都民全体っていうのは日本人全体の集合に入っているということですね。まあ本当は違いますけどね。東京都民っていうのはおそらく日本人全体、だけではないと思うんで。まあ理想化された状況ではそうなってますよね。はい。で、まああとはし、あとは統合ですね。統合もちょっと定義しておくと、二つの集合が等しいということ。例えば A、B。A っていう集合と B っていう集合が等しい。これは、こう厳密にどうやって定義したらいいかと。さっき部分集合っていうのは、ね、任意の A に入っている弦が B にも入っているっていうことで定義したわけね。で、集合が等しいっていうのはどう定義しようかっていうと、これは簡単で、A は B にも入っているし、B は A にも入っていると。これ、かつ。両方満たす。こうなってると、まあ、いわゆる、こう、集合が等しいっていう、例えばこれを B として、で、A っていうのはこれが完全に重なってるわけですね。こうやってね。これが A ですね。だから、A に入っている任意の弦、A に入っている任意の弦は、B にも入って、ラージ B に入ってますよね。ちょっと言い方を変えれば、任意のすべての A は B に入っているし、すべての A、ラージ A に入っているスモール A さんは、大きい B にも入っているし、逆にすべてのスモール B さん
B に入っている人っていうのは、A にも入っていると。まあそういうような状況ですね。はい。まあこういうときにその集合が等しいっていうわけですね。まあいいですかね。まあその、なんとなくこう集合が等しいってイメージはわかると思うんですけど、ね。まあ中に入っているものが全く同じだったら集合等しいんですよね。で、そういうのを、まあ、ちゃんと厳密に定義しようと思ったら、A は B の部分集合で、かつ B が A の部分集合であると。まあそういうふうに言うわけですね。はい。まあこういうちょっと数学的に、厳密な言葉の書き方っていうのもちょっと覚えておくといいかなというふうに思います。まあ、別にここら辺がわかんないからといって、その線形代数が全くわかんなくなるかっていうと、そうでもないと思うんですけど、まあ、この先ね、数学を学ぶ上では、こういうことを理解しておいた方が、理解はしやすいかなと、物事が理解しやすいかなというふうに思います。はい。ということで、で、まあ最後ですけど、ちょっと直積集合の話だけ少ししましょうか。直積集合。これも別に今大した概念ではないんですけど、まあたまに数学の文献を見てると出てくる書き方なんで、ちょっと書いておきますね。で、まあ、なんか A っていうのが、スモール A っていうのがラージ A に入ってますと。その弦ですと。で、スモール B っていうのはラージ B に入ってますと。これを、並べたもの。で、それを、まあ、つまり A、B っていうふうに並べるわけですね。そういうものを考えて、例えば、まあ何でもいいですけど、A が実数全体。で、B、ごめんなさい、A っていうのは、こっちの A ね。これが実数全体で、これが、どうしようか、日本人全体だったら、これっていうのは、例えば、ルート2と、こう、村田っていうのをこう並べたような、そういうものを考えるってことですね。いいですかね。まあ、だから二つの集合から、こう、弦を一個ずつ持ってきて、それを並べたものをちょっと考えてみましょうと。ね。で、この、A カンマ B 全体の集合のことを、全体からの集合を直積集合って言います。で、それを A と B で表します。A×B で表します。で、まあ、ここで書けるっていう記号を使うんですが、まずちょっと書きますね。つまり、A と B っていうのは、A×B っていうのはどう書けるかっていうと、まあ、つまり、A×B っていうのは、さっきの記法を使うと、A×B っていう集合ね。これ集合です。これは集合。で、A×B っていう集合の中には何が入ってますかっていうと、これが入ってるんですね。A カンマ B っていう、こう、二つの弦を並べたものが入ってて、で、ところで彼らは何者かっていうと、A は、
ラージ A に入ってて、スモール B はラージ B に入ってると。こういうことね。例えば、ですかね。まあ、ちょ、これがデフォルト。で、例えば、まあ、A として、1、2、3っていう集合、1から3までの自然数。まあ、B はじゃあ1から2にしようか。1と2の集合ね。そうすると、A×B っていう集合は、まあ、それ全部のコンビネーション並べたやつです。だから、1、1と、1、2かな。1、2と、2、2、3、3、1、3、2ですね。これで終わりかな。A と B に入っている弦のコンビネーションすべてをこう並べたものっていうのが A と B の直積という集合ですね。これ例1にしておきますか。例1。これ例2。例2は、じゃあ、さっきR って書いたら実数って言いましたよね。だから、R と R の直積っていうのを考える。あ、で、なんでこれ、こう、掛け算なのかっていうと、まあ、その行列同士のこう演算を考えると掛け算っぽくなってるっていうだけのことであって、あんまり、そんなに気にすることはないです。はい。まあ、こういう並べたもののことを掛け算で書くことにするという、まあ、決まりだと思ってください。はい。ね、行列と行列の掛け算って言われてもよくわかんないと思うんですけど、そういう掛け算の記号をこういう直積を表すものとして単に使っているだけです。まあ、こう書くと、ちょっと便利な部分があったりするんですけど、まあ、それはまあ気にしなくていいです。はい。なんで、まあ、今は R×R っていうのを考えるんですけど、これは、さっきと同様で、その R×R には、X と Y を並べたものが入ってるわけですね。で、X と Y って何者ですかって言われたら、X は R に、左の R に入ってて、Y っていうのは右の R に入ってると。こうですね。これって何かっていうと、これって、XY 平面じゃない？つまり、これ二次元平面ですよね。二次元平面。まあ、二次元空間です。いいですか？これってのはだから、こうあって、X と Y で、この X と Y っていう、このどこの点を取ってきてもいいですね。ここら辺の点すべてを集めた、すべて集めたものが、この R×R っていう集合ですね。大丈夫ですか？こういうふうに R×R って書いたら、それはまあ二次元空間を表すことになるわけです。で、じゃあまあ例3ぐらい言っておきますか。じゃあもう一個書きますか。三つ並べたら、これ三つ並べると、これ X、Y、Z とかになって、で、X が R、Y も R、R の弦。Z も R の弦と。こうですね。で、これは、何かっていうと、三次元空間ですね。で、XYZ っていうのは、こう、ここの全ての点にこう対応してるわけですね。こういう XYZ 空間の。この全ての点を集めたものですね。なので、これは、三次元空間と。っていうことになるわけです。はい。
なので、そんな感じで、一応最後に言っとくと、まあ R、こう R をたくさんかけると、例えばこれで2次元空間になって、これで3次元空間になって、で、点点点でこう、たくさんかけるとこれ N 次元空間が作れるわけですね。で、こういうのを、こう、N 個たくさん書くの大変なんで、R の N 乗みたいに書きます。RN って読みます。ちょっと。こういうのを RN って書きます。で、これ N 個ね。これ N 個。N 個書けた。ものを RN って書きます。だから、これからみんなね、例えば、二次元空間上の点を P とするみたいなことを、書きたかったとするじゃない？二次元平面上の点を P とする。みたいなね。例えばなんかこう、テストとかさ、レポートとか、そういうものを書くときに、こう、二次元平面上の、こう、どっかの点を取っていきたいと。ね。x, y があって、ここを p としようと。で、そういう言葉を書きたかったら、まあもちろん、こういう書き方もあるわけね。こういうふうに書いてもいいんですね。書いてもいいし、もしくは、もっと単純にこう書けばいいです。ね。だいぶ簡単ですよね。二次元平面上の点を P とするっていうふうに書いてもいいし、P っていうのは R2 乗、R2 に含まれてると。これ読み方としては Rn って読むかな。Rn。Nn。うん、P っていうのは R2 に含まれるというふうに書けば、まあ、時間も労力も鉛筆の芯も、節約できますよね。はい。で、3次元の P、3次元だったら、こういうふうに書けばいいわけですよ。ね。楽ちんですよね。うん。なので、まあ、もちろん別に使わなくてもいいんですけど、こういう技法をね、使わなくてもいいし、使わなくても別にやっていけるんですが、一応知っとくと、まあ便利かなというんで、教えておきました。特にこれからベクトルが出てくるからさ。ベクトルって、まあ、こういう記法を使えるわけですよね。まあ、ちょっと先取りの話になりますけど、ベクトルっていうのは2つの、例えば2次元ベクトルであれば、2つの数を並べたものなんで、2次元ベクトルっていうのは、まあ、基本的には R2 の原理になるわけですね。3次元ベクトルは R3 の原理になるということです。はい。ということで、まぁ、ちょっと集合の話をしてきたんですが、まぁ、どうですかね。そんなに、まぁ、これがわかんないと、線形代数が絶望的かっていうと、全然そんなことはないんで、ただ、これから数学を学ぶ上で、こういうことは知っておいた方が便利かなということで、ちょっとお話しさせてもらいました。はい。ということで、ちょっとまぁ、集合に関しては、こんなもんにしようかなというふうに思います。